なお、ご意見では、なんか、いいかもの、お次や、いいかもの、ご利用いただけません。発車いたします。ご乗車のお客様は、物に遅れもございませんよう、ご注意ください。Thank you.
16年になります。それで、船の操船は、高野船長です。あと私、落合といいます。よろしくお願いいたします。今日はね、いいお天気になりました。ずっと天気が悪かったんですけども、今日ね、いいお天気になりました。よかったです。はい、まずは早速ですけども、前の方にも山がね、あります。これ、ここの新道の山で、高野岳に行きます。こちらね、白い県があるボート、これね、足でください、ね、これ発祥、スワンボート、ね、これね、足でこう、面白いですね。これで、駒ヶ岳は、ちょっとね、これもこの風の時に行くんですよね。そしたら、数えてきたら、全部で126のしかない。あとは、これ大沼湖になりますけど、これは沼じゃないですね、湖なんですよ。大沼湖っていう湖で、これはもともと川だったんですけど、文化で、清流なんかで川が止められちゃいました。せき止められました。せき止め湖なんですけど、なので、要するに川が止められちゃって、川の水がね、溜まったですね。で、これ溜まっただけのことですから、わかりです。深さは大体5メーター、はい、浅いですよ。で、これね、浅いものですから、冬、全部凍りますよ、はい、氷のあった60セットなんですね。で、逆に深い湖だと、洞爺湖なんかだと深さは3メーター以上ありますから、でも凍らないですね。で、船は一回、前の下に来たと思うから、前の、これ一番大きいやつで、このままですね、大きな出るんですけど、そこにはですね、石があって木が枯れてきてるんですよ。あの木はね、桜の木なんですね。江戸山だから、自然の桜。
どうですか。すごいよかった。もう本当にすごいすごい。
もっと俺めっちゃ回ってる。